ダージリンのブティア人ブティア人はインドのシッキム州に居住するチベット系民族。シッキム語を話す。2001年の統計ではブティア人は7300人。ボティア人の一派でもある。シッキムにはもともとレプチャ人が先住民として居住していた。しかし1642年にチベットがチベット仏教ゲルク派が主導する政権である。 ガンデンポタンにより統一されると、ゲルク派に対立していたチベット仏教、ニンマ派の構想と同派を包ずる、チベット人の一部が、シッキムの地に亡命した。同年、ブティア人のプンツオナムゲルがシッキムに王として迎え入れられ、シッキム王国を創始した。この人物は亡命者ではなくヒマーチャル・プラデーシュの出身で、シッキムの元徳に移住していたとも言われている。ブティア人の支配者層は、 先住民レプチャ人の懐獣作として、レプチャ人の娘を妻に迎えた。この結果、ブティア人とレプチャ人の通婚が進み、その婚婚による人々は、ブティアレプチャ人とも呼ばれるようになった。ありがとうございます。